巨人コーチデーブ・オークボの通算成績わら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 。ブーレジェンド。レジェレジェアンレジェ。どうやって11年も現役続けたんだよ、この化け物。ドラフト時は田淵2世とか言われてた。キャリアハイは？ほんまにただの格変やね。井上やろう見てきた巨人ファンにとって格変だろうなって空気はあった。2割4分9厘41本100打点、おかわりっぽい。本塁打率とかだけは何気にすごい。1シーズンの成績だと思ってみると割とすごい。西武のドラフト1位やからな。いい時の1年だけでほとんど稼いでるだろ。通算で加藤球のおかわりの成績超えられないやつわらわら。一時期代打の神と化してたな。あの一瞬だけは好きだったわ。代打で大久保出てきた時のワクワク感すごかったよな。キャッチャーとしてはいける。キャッチャーでこれなら十分やろ。守備うまいのかしらんが、村田新一から正捕手奪えなかった時点でお察し。なお打撃コーチとしては優秀な模様。2000年前後はあっちこっちの番組で長島の魚編にブルーの話しまくってた印象。さすが読売巨人軍59代4番打者やな。思ったよりホームラン打ってた。まあキャッチャーとして考えるとそこまで悪くもない。監督の格では全くないけど。こいつ最初セーブだってことすっかり忘れてたわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。